海が聞こえるの舞台となった高知。放映に先立つこと1年前、ロケーションハンティングを行った5人のメインスタッフが、11年ぶりにこの地を訪れました。海が聞こえる作った時っていうのは、まだ当然のようにセルアニメで、フィルムで撮影してたっていう。それが、良かったなと思ってて。今までのアニメーションで表現してないようなことを、なんかこう当時微熱感覚って言ってたっけね、なんかそういう平熱で淡々とやるってことが、その宮崎さんたちの劇場おじさん世代の怒りを買ったりですね、何が平熱だと。もう本当最初ね、海が聞こえるのアニメ化の話が来た時はね、むしろ頭に来ましたね。全然そんな自分で原作の方の挿絵はやっていたものの、アニメーションなんていうことはもうあの字も考えてなかったですね。でだって一番アニメーションにできにくい作品だと思った。まあ、10年前アニメを一緒に参加していただいて、みんなでやっててすごい楽しかったなっていう、そういう思いが今ありますね。本当に受験の時にはもう特にこう確たるそんなになんていうかな、どういう作品になるのかというイメージみたいなもの、そんなに明確じゃなかったと思うし、ここが全ての出発点だったという感じだと思いますけどね。海が聞こえるは1993年5月5日、スタジオジブリが初めて挑んだテレビスペシャル作品として日本テレビ系で放映されました。スタジオジブリ若手制作集団作品と銘打たれた当時の企画書にはこんなことが書かれていました。従来のジブリ作品とは一線を画し、スタッフは監督以下若手で固めます。完成度よりも若者のパワーと思い入れが前面に出る作品を目指します。それは84年の風の谷のナウシカ以来、宮崎駿、高畑勲両監督の劇場用大作映画のみを制作してきたスタジオジブリが作る初めての若手による作品でした。海が聞こえるはジブリにとっても、そしては
っていうのは、うん、あの宮崎さん、高畑さんより若いっていう意味なんですかね。いやだからなんでいやだからスタジオジブリ若手制作集団っていうふうに銘打たれているわけですけども、宮本さんっていうのは僕もちょっとそれはどういう意味だったのかっていうのはちょっといまいち覚えてないところもあるんですが、田中君なんか覚えてます？なんか誰が企画出したんでしたっけ。企画そのものはあれは企画そのものが出たのは非常にはっきりしてて、紅の豚が終わった後ジブリが作るものもなくて、で1年休もうとそういう話になってたんだけれども、なんかそのたまたま紅の豚のなんか末期の旅んかなんかの時になんかの理由でやっぱりなんか作った方がいいんじゃないかっていう話になったんですよ。それ宮崎さんと鈴木さんと宮崎駿に向かってね、皆さんジブリもねいつまでも年寄りが作っててもしょうがないから若い人たちにね機会と場所を与えようとね。でそのためには彼らが本当に自由闊達に作るためには、条件があると、宮さんと僕が一切口を出さないこと、これだって。それでまあ僕ね、いきなりその海が聞こえるっていうのがあるんだと、氷室さんのね、でこれをねそのジブリの若い人たちで作るって。それでまあ宮崎駿もその時もう紅の豚をどうやって完成させるかでもう必死の時だからね、であんまり思考能力も思考力も衰えてた時なんでね、さあそれ何ですかなんていう感じでねいいんじゃないですかって、普段だったらもう少しねあの検討するんですけどね。これでまあ海が聞こえるにしたっていう経緯がありましたね。スタジオジブリ若手制作集団作品として選ばれた海が聞こえるは、アニメージュに約2年にわたって連載された氷室冴子の青春小説です。この原作で当時挿絵を担当したのが作画監督を務めた近藤克也でした。そもそもなんでさあ、ええ、あの鈴木さんがさあ、ええ、あんなアニメーションらしくない なりようもないような、ねええ、原作をねいや簡単にやろうって言った。だからそれなりにやっぱり内容が掴んだ上での判断だと思いますよ。だからそれはそうなんだけども、その時の判断っていうのは若いやつにはこういうものがいいんだっていうやっぱり それ以上のことはやっぱなくてですね、アニメーションに しやすいかとかしにくいかとかそういうことは考えてないですよ。でその時も近藤君が強く反対して、いやこんなもんアニメなしもないからやめましょうって言って乗らなかったら実現しなかった。いや言ったんだけど、うん、言ったじゃん電話口であそう、うん、そうっけ、こんなね、うんうん、簡単にねなんでそんなこと言うのか僕分からないって言ったんですよ電話口で、うん、ちゃんと読んだのか読んだのかなって。全然あの差し替えてる時でも、うん、何の色気心も浮かばあの出ませんでしたから、ね、これひょっとしたらアニメーションになるかもなんていう気持ちすらでこれは差し絵の範疇の中で あのこうまとめる話で十分楽しかったし。最終的に何で受けたのじゃ。だってここやらなかったら他にね、うん、探すとか言うからそんなだってそんなった僕がいる。そうですよ。なるほどそうだったのか。だったらじゃあもう他の人になんか踏み荒らされるぐらいだったら自分でインドを渡そうって、ね、うん、自分でもこんなのどうやってアニメーションしてもわからないけど、うん、とりあえずは、うん、じゃあしょうがないからですよ。中村さんはどう思われますか。割と何も起こらない話で、うんうんうん、まあでも今までそういうのでアニメっていうのはなかったから、うん、どうなるのかなってまあ見てみたいような気はしましたけど、だからまあ別にアニメじゃなくて普通 の、あの実写のなんかドラマ、うんうん、みたいな風にやればいいかなっていう。なるほど。脚本としてはうーんなるほどね。妙にこう意味のあることが出てしまって。じゃあ松井さんいかがですかその辺の件に関しては。で僕は何の賞賛もないし何の不安もなかったです、はあ、だから、まあ、やれば何かできるだろうっていう、こういう戦略があるからこれをやるんだっていうわけでもないし、うんうんうん、でも別にその全然できないとかいうふうに思うもんでもないと、うん、それも全然思わなかったです、うん、だって一応ストーリー性があるんだから。望月さんは望月さんとしてなんか宮城越えるアニメができないかって話は持ってたんですよね。一方でそれはもっと、うん、もっと前にまだ本当に連載の前半ぐらいの頃に、うん、あの一回鈴木敏夫さんのところに企画書を持って個人的に持ってったことがあるという。でやっぱり氷室さんのアニメ化したいって思いはずっとあったんですか。ね最初にアニメ化したいと思ってた。その氷室作品を。あ、そう言ってましたよね、うん、そう言ってた。覚えてる。いずれ何本もなるかもしれないけど、うん、なるほど。
ひもの最高作品を自分の手で、せやでもそのひもの最高のファンナンバーワンを自陣してる自分としては、そこまでじゃないですか。他の人で、他の人にいい加減なものを使えるかだったら、まず一発目は自分がこれぞってやつを作ってやるぞというふうに。いや、他の人にいい加減なものを作られる前じゃなくて、他の人がすごいものを作るかもしれないけど、どっちにせよです。どっちにせよ一発目を作りたいと思ってるね。田中君はどう思ったんですか、その原作。いや、僕はその時社内に行った時に、勝谷さんと何回か話をした記憶があるんですよ。たまたまね、ジブリに来たかなんかの時にさ、これどう思うって聞かれたじゃない、多分そういう話したと思う、ちょっと、あれだけど話をされて2人でなんか憤慨してた記憶があるの、いや、だって、これはなんないでしょ、みたいなね、未だに多分僕女のアニメ化にしましょうよとか言って、言わないよね、この作品も。期間あったでしょ、やっぱり半年でうんぬんとか、やっぱりなんかそんな1年も2年もじゃないでしょ。そうスタートした時はすごい短期間で作るっていう、そのインスタントさにも対しても呆れたのよ僕。なんいきなり急に持ってきて、それもなんか今年中とか、まあ、今年中とは言わないけど、今年中みたいな話だった。でも初め年内って言ってたんだよね。そう言ってた、年内完成って話。そうですよ。なんでだ、意外とギクシャクしてたのね、入る時は。といういろんな不協和音を抱えたまま時代に出発したと。そういうで五人の中で何な一人さされないまま、なんとかなるんじゃないかっていうチームと、なんとかなるのかっていう怒りに燃えた人たちというのは、その、まあ、心を一つにしたいままの、まあ、この高知の地で旅立ったと。海が聞こえるは地方都市高知を舞台に繰り広げられる青春小説です。そのためメインスタッフの彼ら5人は高知に赴き、綿密なロケーションハンティングを行いました。やっぱり一つの共通の体験として、やっぱり高知というふうに明確に具体的な地名がはっきりした作品がやるんだから、まずその現場に行かないとしょうがないだろうってことは、まあ、みんな思ってたっていうことだよね、きっとね。結果から考えれば何も見ないで何していいのか分かんなかった、分かんなかったですよね、だから例えばね、そのロケ編は後でやるから、じゃあシナリオ先に書いてって言ったって、やっぱりその高知っていう明確に舞台が決まってる以上は、まあ、漠然とした田舎町とか言うんだったらまた話は別だけど、違いますよね、読むだけだったら別にいいんですけど、それを書くとなると、行ってみないと分かんないですよね。で、行ってみたら分かった、分かった、何が分かった空気とかね、こういう話がここだったら成立するなみたいな、ちょっとね、今、読むととても純情な純粋な話でしょ。なるほど、高知だから制するんだっていうのは、ひもさんの中にはそれ意図が確実になったんでしょ、行に移し替えることによって、そのバランス、書きたいものが、まあ、構築できるんじゃないかっていう計算は絶対あったはずですよね、それが逆に高知に来てみて、ああそうだなってことが、まあ一応実感できて、ちょっとはなんかできるそうな気持ちだと。本当ですよ。あ、そうなんだ。どっかででもスタッフの結束みたいな意識は、まあそれもあったとは思うけども、結果的にはそれで結束したよね。あ、したの。だって今のさっきの話を聞いて、みんなさ、まあ一人としてなんていうか肯定的に問われていないっていう、あれ言ったから、なんかこの作品本当にやるんだなっていう気分になれたんじゃないですか。だってそれまでほら高橋さんのたわごとだったかもしれない。そうスタッフは高知市内に架かる天神大橋へ向かいました。主人公森崎拓が自転車で渡ったこの橋は、原作の連載時にすでに挿絵として描かれていて、近藤克也にとっても印象深い場所だったようです。で、実際でもこれ方向的にはそっちでしょ。あ、そう、こっち、そこの上だもんね、これ向こうですね。でもなんかこれ高いビルを全部削除したんだね。してるね。広がり感が欲しいって言って削除したの。まさしくこの塀のこの角度ですね。これあ、そう思いっきりこうです。そこ、これがこそれ、じゃあ僕一番最初ロケした時撮ったのかな、自分で。あ、撮ってた。それの写真をだってこれでやろうって欲しいって言って、その上の木は作ったわけね。これね、影が欲しいって、こう自転車で来て横切ってるからって、そう
生やしたんですよ、うん、川沿いだから絵になるところを探して歩いて撮ってたんでしょう。この橋が分かりやすいんだよねきっとね。まあそうね、うん、普通の橋より。ここでスタッフたちが真っ先に向かおうとしたのがこのシーンに登場するこの場所でした。誰かっていうとその人はねお風呂で寝る人なんだよ。こっちに公園があるのよ。公園あったよね。いきなり人が増えてる。それはあってんの。ヤッホーって読める。今旗がしかもはっきり読めるし。すごいね。すごいな。でも全然変わってるのがすごいよね。普通変わってるよね。ええ、お店が変わってないですね。ねえ。ポストも。ポスト。ポストも全然変わってない。自転車のちょっと位置は変わってるけど。うん、自転車の位置はちょっとシンメトリがちょっと違う。そんなわけないです。手前に来てるからね。宮崎さんは写真を使うことはすごい毛嫌いです。だこんなのはやってるともうね、怒られるような。逆にさ、その取材っていうか見たんだけど、使わなかったことっていうのはあるのかな。あったよね。あちこちね。うん、いっぱいありますよ。本当にいっぱいあると思います。やっぱりじゃあ取材をは過剰にして、後でチョイスしたっていう。うん、感じ、うん、逆に撮っとけばよかったなと思うとこもあったもんね。ただやっぱりあの高校は、うんうん、あれはでも高校は幸せな出会いだったよ、うん、ねえ、あのまま使えなんか、うん、全然思ってなかったもん、ね、うん、あったこのアングルです、これ、うん、もうちょっと行くと正門の方あ、でも似てるじゃん。いやいや、そのままなんです。似てるもなんかそのままあー、なんか11年ぶりなんだね。失礼します。失礼します。3年5組。何て言うんだか分かると覚えてない。ここだ。え、何が。あ、ここ。あ、本当だ。ここだ。あ、本当だ、ここだ。あ、消火栓も一緒、うん、同じです、うんうん、すごい。あのクリーナーも一緒だよ。クリーナー、あ、でも、あ、型が新しくなった。あ、本当だ。昔のクリーナーすごいね。11年間クリーナーの置き場所が変わってない。変わってないんだよ。ここのアングルで、ほらほらほら、え、
バケツ？バケツも同じです。そうそう、バケツも同じ。何感心してんだろう。いやね、これだけ変わってないってことに僕は衝撃を覚えますね。ただね、やっぱこれここほらアニメに出たからっつって保存されてるんじゃないの。そんなんが保存できるんですか。失礼します。これ経って何年ぐらいなんだろう。ね、120周年とか書いてある、ね、そう。ただこの校舎は確かに戦前からあるんですよ。あ、そうなの。こっちが縦がないでしょ。うん、縦が短いよね。ない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 、ね、うん、もうちょっとイメージだと1メートルぐらいもっと奥、うん、そうだよね。で、窓2つで柱があるから、でも一応そのまま使ってる。うん、こっちとこっちと。いや、今なんか海の話よりなんか教室そのものって。これ重要なことだもんね。失礼します。失礼します。失礼します。そう、直の福西さんに言うよ。あっちですよ、あっちだから。この辺からこう机舐めて取ったこういう感じでしょうね。だよね。本当だ、なんか写真撮ったみたい。ここまで来ると屋根が見えちゃうから、うん、そうだね。ここまで来ないで、もうちょっと手前で撮ったでしょ、うんうん、本当はだから体育館の向こうにあるのがそっちに持ってきちゃって、うんうん、段差もないのに段差を作って、うんうん、やっぱ平坦だと絵的に面白くないんで、それが第一の、うん、作り的にやっぱりいろんなものがこう重なってた方が傾斜の上に、ね、そうそうそう、絵がなんか決まりやすいんで、うん、結構起伏って大事だよね。そう、そのほうがいろいろごまかせるんですよ。なかなかちょっとこういうね学校そんなにないような気がするしね。中まで分かって、うん、見たわけじゃない、なかったよね。やっぱり時計塔とかそういう、そうそうそう、それだけでじゃあちょっと見せてくださいってことで入ったら、うん、たまたまこういう作りだったってことでしょ、うんうん、そうそう、うん、だから一番やっぱりこの高校の中見て回ったのが一番大きかった。そうですね。田中君はすごいそのなんていうのかな、風景の記憶力があるんだけど僕はないんですよ多分、うん、でそういう意味ですごくその本物と同じにできているんだな、本物の高知を描いてるんだなっていうのは今頃認識したんですけど、うん、でもそれはロケハンの時に最初から それを狙っていった行ってそのために写真撮ってたわけでも何でもなくて、やっぱり来てみて、うん、別にねこのまんま使えるじゃないっていうことが分かったんだと思うんですけど、うんうん、皆さん褒め言葉かどうか知らないんですけど、うん、写真みたいですねってよく言うようなセリフがたまにちょっと聞こえてきたりするんですけど、うん、まあちょっと語弊はあるんですけどね、うん、写真と同じ構図の絵を描いてるのに写真を描いてるつもりはないという意識が常にあって、それはたまたまその構図がそのドラマに、うん、よかったからでね、うん、それでそれを題材として使ってるだけで、うん、やっぱり描いたものっていうのは意外とものなんですよ、やっぱり絵なんですよね。あれの後ねもうなんで読んだのか忘れたけど、これだったら実写でやった方がいいじゃないかっていうようななんか表だったのかな、いや読んだことあるんだけど、うん、それは大間違いで、うんうん、実写っていうのはすっごい余分なものが映り込んでるじゃないですか、人間の芝居一つとっても、うん、あと背景にしても、うん、それを全部削ぎ落としてるところがあれがアニメーション的であるところなんだよね、うんうんうん、リアルな高校生を描いてるってもし思ってる人がいるとしたら、うん、それはうまく我々が騙し寄せただけであって、うんうんうん、全然リアルでも何でもないし、うん、その一見そのアニメ的な高等無形なことが起こらないというだけであって、もともとそこら辺がアニメーションでね表現する部分においてやっぱ不衛生な部分ですよね、何かしか。でしかもなんか高校生がなんかスポーツなんかやってて、スポーツを基軸にしてね青春を描くんならまだ動きがあるからいいけど、そういうのが一つの核になるものが何もないというところで、多分僕高橋さんからアニメ化っていう話を聞いた時にね多分憤慨したんですよ。で最初はそう思ったの。ほんでそれ逆転取りゃいいじゃないかって話になる。その、うん、逆転取るとむしろやってないなってことになって、でそこを形にしていく面白みを描いてる
最中にだんだんこう芽生えてきて、うん、うん、でだんだん楽しくなってやがて快感になっていくっていう、うん、僕は海が聞こえるがね、ジブリ作品で一番だと思ってることが一つだけあって、光当たってる部分と影の部分のコントラストを、あれは勝也さんがね強くしたいって言っていろいろやってたんだけど、うんうんうん、強いよね、うん、あのあそこまでその影が暗い作品、影部分が暗い作品って、まあジブリの作品の中ではないと思っている、うん、それが偉いかっていうと分かんないですけど、うんうん、僕は好きだなっていうのはあります。ああいう色彩のスタイルってやっぱり現代劇だからできるんですよ。あれあれの場合はあのコントラストで結構画面が持ってるんです、うん、そう、うん、人が出てきて風景があるっていう単純なあのモチーフがある限られてるから、ああいう極端なのできるんですよ、うんうん、そういう やり方というかね、作り方というかね、うん、もう作品が要求してるの、うん、はっきり言えば、うん、多分だから全然違う原作だったら全然違う作り方するのね、うん、それは従来の作り方かもしれないし、うん、また違う別の作り方かもしれないけど、うん、あの原作においては、うん、あの時間あるなしかかわらず、うん、ああいう方法でしかもう少なくとも僕は思いつかなかった、うん、基本的に、ね、シナリオは決定後からそんなに動かしてないと思うんだけど、おそらく唯一っていうかなり揉めたのがラストシーンだよね。そうですね、ラストシーンはおそらくあの中村さんが書いたやつでは新宿、渋谷かなんか、渋谷かなんかの横断歩道で見つけるみたいな風になってて終わってて、僕が覚えてるのは望月さんが、うん、その なんか難しいことすごい言ってたのを覚えてて、うん、その姿は見たような見ないような、でもなんかこう確認できないような状況ってないかなみたいな、うん、あ言ってたの覚えてね。それこそ横断歩道でいいかな、エスカレーターがとかとかいうの、とにかくいろんなシチュエーションを考えた末ですね、うんうん、ああいう方向になった、まあ、ちょっと僕は少なくともあのシナリオをとりあえずね受け取って、でもほらそれはもう叩き台だって無視して結局自分のやりたい方に持ってく監督がいるじゃないですか皆さんの身近にも。あ、読みたいですね。そういう人、そういうやり方はあの別にしたくなかったんですよ。やっぱりここは本当に最終的にこうしたいから直してくれってきっと言ったんだと思うんですけどね。そうそう、それで、はい、できたのを見て、あ、なんか自分が書いたようにちゃんとできてるなと思ってすごい感激した覚えがあるんで、そういうふうに全然だから勝手に変えられてないなっていう気がしました。今松崎さんがあの感想を述べていた全部絵で描いたからよかったんだっていうことも含めてね、なんかやっぱりこの作品っていうのはあの実写的なのではなくて、うんうん、なんかあのそのアニメーションには本来向かないかったかもしれないような素材にチャレンジすることによって一つのなんか新しいスタイルを作り上げたというふうに僕は解釈しましたけどね。驚いたのはね、もっと自由活発にね好きなものをやるかと思ってたら、そのジブリっていう枠の中でやろうとするんですよね。僕は作り方の方はもう少し乱暴に作るかななんて気がしてたんですよ。それが若さだから。ところがね、丁寧に作るんですよね。これはね、ジブリのある種のプレッシャーなのかなと思ってね。まあ、あの近藤克也っていう男が、まあ、アニメーションをね、丁寧に作ることが好きな人だから、まあ、そういう影響もあったんでしょうけどね。いや、だからジブリだからどうこうっていうプレッシャーは、うん、なかった、ね。だって克也さんはずっとそれまでもジブリ、うん、なんかないです。だからあるとしたら、あのだから原作に対してのプレッシャーですよね。原作の、ね、原作がどういうことをアニメするんだったらここまでしてねっていう感じがもう分かるわけですよ、うんうん、もうそれに対してじゃあ自分 どこまで答えられるかっていうだけですよね。あと時間と、うん、物理的な時間があるからその中でできる限りのことをしなくちゃいけないなっていうプレッシャーがもうあるだけ、うん、三浦さん高尾さんの作品じゃないからみたいなことは別に意識しない。全然な、うん、それまだ元々ね、うん、あのちょっとこう今高橋さんのともなんか原作が違うし、うん、だからじゃあ宮崎さんのなんか似てるか原作がですよ、うん、なんか似てるあの感じ守ってる方とまた違うし、うん、それはそれでもう逆に宮崎さんの作るようなものと同じようなものを作れって言われたら言われたらまたそれがまたどうしてもこうそれが立ち乗ってくるだろうけど、うん、あの原作にはそういう、うん、なかったですね、あの匂いが、うん、だからこそ作れたんじゃないかっていうのも、うん、あの変なプレッシャー感じないで、うん、原作だけのプレッシャーで、うん、あの作れた、うん、あれが ね、そうだね、ドイツ空軍とか出だすともうダメだ大変なことになる。そう多分もうガーって言いに来るに決まってるから来なかったでしょ。だって半年間だって僕顔見てないんですよ。
あれはでもね、鈴木さんに言わせると鈴木さんの名前で出るんだけど、うん、俺がいろいろうだらけかくさきしてね、うん、その鈴木宮田さんが邪魔しないようにしたんだって、鈴木さんが行かせないようにしたんだ、うん、そうしたんだって言ってましたよ。そうでしたね。とにかく来たらやっぱり喋らないつもりでも口出しちゃうもんでしょ。だからまあ、とにかく宮崎駿をスタジオに近いですね。僕は一生懸命ナウシカの漫画を描かせたような気がします。山田さんが、はい、プレッシャーが、プレッシャーが、うん、いやそんな特にははいなかったです。いやだって中村さんの方は普段高橋さんより偉いでしょ、姉御肌でしょ。高橋さんの作品にプレッシャーなんかね。そんなことあるわけはないと。いやなかったんだろうなと。でもまあ基本的にはさ、シナリオっていうのはまあ最初の仕事だから、うん、そうですね。あとはお任せで、なんかお任せってもなんですけども、いやでも実際そうですよね、うん、あのもうその後はね、手の出しようがない、ね、うん、プレッシャーは一番受けにくいポジションだよね。そういう意味では。そうですね。じゃあ一番プレッシャーを感じてないと言い張る鈴木さんどうだったんですか。ジブリっていうそのスタジオが、うん、あの 今どうか分かんないけど、うん、あの時点でやっぱり宮崎高畑作品しかも長編を作る会社だったんですよ、うん、あの明らかに、うん、であのそれは僕に限らず外から見てると、うん、あのきっと中にはね、うん、両巨頭を中心に、うん、すごい凄腕のアニメーターがずらっと揃ってて、うん、あのもう例えばそのこれ、ま、真面目な話なんですけど、うん、宮崎さんの絵コンテぐらい、うん、こう全てを描き尽くしてる絵コンテでないと、うん、バカにしてこんなのは描けないよって言うんじゃないかっていうぐらいのものを想像してた。だって僕あの時だから誰も知らなかったですから中のアニメーターって。名前はいっぱい知ってたけど、うん、直接面識ある人なんか一人もいなかったわけだから。で入ってみたら、うん、あの別にそんなね何を、うん、あのバカにされることもなくすごいあの気さくな人ばかりで、ああそんな怖いとこじゃなかったんだとは思ったんだけど、うん、そうは言ってもね、うん、なんかやっぱり表面上はそうでも、うん、やっぱねすっごいその勝也さんとかに関しても含めて、うん、あのすごいプレッシャーがあったんだと思うんですよ。だってね魔女の宅急便の作家やった人とね、うん、なんかね別に特に代表作もない人間とだったからなるほどっていうのは実際あって、うん、で別にそれはあのただそんなのをねあの表面に出しておどおどしてたら仕事であの現場が成り立たないの であの別に普通に粛々と作業を進めてたつもりだったんだけど、うん、あのねコンテが4分の3ぐらいまで上がってた時だと思う、うん、その悲劇の朝は、はい、悲劇の朝あの倒れちゃう朝起きて、うん、あの布団から出てフラフラっと台所まで起き出した時に、うん、あのこう混沌したんですよね、うん、あの要するにそのまんま多分ね棒のように後ろに倒れたと思うんで、うん、床に後頭部打って、うん、そのまま夕方まで気絶してたから、うん、あとそうなの、うん、あとにも先にも気絶したのなんてあれ一回、よく生きてましたね。とりあえず生きてました。誰も家にいなかったんですかその時。奥さんいたよ。奥さんびっくりしたね。じゃあ夕方になって保険金が降りるのかどうかしらってなんか川崎いやいやいや保険金じゃなくてごめんなさい保険金じゃなくてそれ死んでない多額の保険金かけられこういう場合保険はどうなるのかしらあそういうことかあの時確かねあんま覚えない宮崎さんと鈴木さんとかはなんかむしろそれを非常にひどい言い方ですけど好ましく見てたような記憶がありますね。やっぱり そんなに倒れるぐらいで、ね、よくぞ真面目に作品に取り組んでるんだなという僕なんかあいつ飯でも食ってなかったのかなと思ったらプレッシャーなんだってことが分かってあそういうことって起こるんだなと思いましたけどね。やっぱりジジイのジジイってのは宮崎駿のことですけれどその重しがね重かったんだなって気がしました。まあだけど当たり前なんでしょうね。やっぱり宮崎駿高畑勲そのお膝元で作品を作る当然彼らは見るわけですよね。そうすると彼らがどう見るかそれを意識しながら自覚しながら作らなきゃいけない。それはプレッシャーになるでしょうね。無視しろって言ったら無理ですよね。完成してね、うん、初号の後にジブリのバーで、うん、あの35ミリの映写機持ってきて、うんうんうん、試写やったじゃないですか、うんうん、あの時に宮崎さんがねあのバーのカウンター、うん、僕は隅の方で見てたのに、うん、宮崎さんがここ
ここにわざわざ来ていましたね、来てずっと見てたんですよ、横で、うん、あれはね、あの我が人生最も長く苦しい70分だったんですね。あ、そうだったんだ、うん、あれ嫌ですよね、うん、だってわざとそこにいたんじゃないかっていう、ね、高畑さんもいたけど、うん、高畑さんはほら自分の作品以外に対してあの、うん、激怒したり罵倒したりしないじゃないですか、うん、だから高畑さんは全然怖くなかったんだけど、あの宮崎さんがね横でずっと見てたのはね、わざわざ隣来て、あれはね、でもねそれ以来あのもうこの業界で怖いもんないなと。まあ僕よく覚えてるんですけれど、宮さんはこの海が聞こえるのショーを見て怒ってましたよね。怒るっていうのか、自分には作れないでしょそういうもの。それをね踏み台にするんですね。これでダメなこんなのはって言ってね。これでね、それが実を言うと耳をすませばの動機になったような気もするんですけどね。勝谷さんから聞いたのか鈴木さんから聞いたのか忘れちゃいましたけど、うん、宮崎さんは、うん、あの映画っていうか物語は、うん、各アルベシュを描くべきなのに、うん、この海が来るは各あるしか描いてない、そう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 ん、一緒に飛行機に乗るんだってもね、なんで平然とこうなんかこう読んでるんだとかね、あ具体的に言えばそういうことをいちいちもう引っかかるんだしみたいな、なるほど、うん、その例えばホテルに泊まった時なんかももっとなんかこうまあ多分まあ男だったら自分だったらってことでしょうね、あのこんな可愛い子と一緒にいたらこうもっとこうなるだろうって なんかいろいろあるんですよ、そこにはね、でそこのところの共感が多分見た時に本人は、うんあの なんかないからそういうことを聞くんでしょうね、だから原作はそうなんだからっていう以外ないじゃん。そうだよね、向こうは原作をもう自分の解釈に変えちゃう手腕を持ってやっぱり、そうそうそう、もともとそういう作り方で、うん、今までやってきた人だから、そこら辺のなんかが思いがあってやが なしか知れないけども、うんうん、そこら辺の動機のその耳すばせばのちょっと動機づけとしてなんか最初にちょっと発火したっていう可能性は推測は成り立つけどね、海を聞こえるを封印したかった、うん、意外と数件あるよね、うん、このままふわーってね、うん、うん、じゃなくてで、そうで恋愛はこれで終わりもしまいと、やっぱりライバルと思ったんでしょうね、俺がやればこうなるって。まあ作り手なんて面白いもんなんですよ。何が面白いかって言ったらね、他人の作品を認めるようになったら作れないんですよね。人の作品見たら頭にくるということはね、彼の金銭に触れたってことなんですよ。あの自分を脅かさない大した作品じゃなかったらね、あ、よかったじゃない、でこれ終わりでしょ。ところが頭にくるっていうのはね、自分の何かを脅かしたんですよ、うん、だからやっぱり海が聞こえるっていうのは宮崎駿をしてその彼を脅かせる何かがあったんでしょうね。耳を澄ませばだっけの宮崎さんが書いた脚書には、あの脚書段階ではね、若手制作者集団と書いてあるんですよ。あ、そうそうそう、だから宮崎さんはあの脚はよくわかんないけど、途中で完全にそのそれ消えちゃってるんだけど、何かそのあの自分が考えるある正しい内容でまた若手に何か作らせたいみたいな思いからスタートしてるのはどうも、要するに、まあ、さっきの、まあ、原作の話とちょっと関係あると思うけど、そのこの原作だとこうなっちゃうかもしれないけど、そうじゃない、その宮田さんが持ってる思いをちゃんと反映したようなもので若手に作らせる若手制作集団第2弾にしようって思いがきっと、あ、耳を澄ませたのね、第2弾、困ったのはね、もうあの映画でね失敗は1個だけなんですよ。本当失敗1個だけ、制作費なんです。全然合わなかったんですよね。だからまあ回収するのにね、実を言うとジブリの中で一番時間のかかった作品で、これがね、実はね、まあなんでこんなこと喋っちゃうかというとね、第2弾をできなかった理由はこれなんですよ。だからジブリとしてはね、なんていうのかな、その高畑宮崎が作るっていうラインと、それから若い人たちで作る、この2つのラインを作りたかったですよね、うん。思うのは、いくらその新人の演出候補を取っても、いきなり劇場版なりなんなりができるわけはなくて、普通やっぱりテレビアニメ、まあテレビアニメをね
あの、うん、数こなして、うん、コツをつかまないと無理なわけなのに、うん、ジブリにはそのテレビアニメの演出をどんどんやっていくっていう環境がないからということに尽きるんではないかと思うんですけど、いけないその人たちを捕まえてお前長編を明日からやれっていうふうにはなかなか言えないし、うん、まあ、言ってもしょうがないっていうか無理があるっていうことかな。だかそれはだからまあ茂木さんの言ってる批判をやっぱり真摯に受け止めるしかないですね。批判じゃないですよ、ただ分析、うん、分析ね、分析ですよね、うん、それはその通りだと思います、うん、ちょっとまあ僕も漠然とそう思ってたんですけど、普通にはっきり言われると本当その通りだと思います、テレビシリーズでいろんなことを覚えて、でそれを踏まえて例えば長編やるって皆さんおっしゃるんだけど、それ嘘なんですよね。でどういうことかっていうとね、まあ、僕もまあいろんな映画見てきて、実写だろうがアニメーションだろうが映画に限って言うと、優秀な作品って最初から優秀なんですよ。例えば高畑勲という人は、ね、テレビシリーズほとんどやってませんよ。でいきなり長編をやるわけですよ。そしてホルスの大冒険という作品を作ってね、なんと当時小木正弘という人はこの作品を表して日本のアニメーション長編アニメーションがね初めてディズニーを超えたって言ったんですよ。デビュー作ですよ。やっぱり才能ある人ってそういうことやってのけるんですね。だって例えばなんていうのかな、猫恩返しで、まあ、森田君という人と僕ら付き合ったわけですけどね、彼なんかじゃあそんなにいろんなところでいろんな経験をしてきたか、いや彼はアニメーターですよ。だからそれはちょっと違いますよね。でもあいつは面白かったのはなんていうのかな、その猫の恩返しで言うとね、やっぱりハルちゃんというキャラクターを作るっていうことにおいては非常に真摯で、ね、なおかつ、温かい眼差しを持って彼女を作り上げたから僕はやっぱりすごいと思ったんですよ。やっぱりなんていうのかな、作ろうとする気持ちとそれからどうやって作るかはね、やっぱり才能ある人って見てれば分かるんですよね。あ、要するに作品を見てれば、だからおのずから大体自分で分かってる、うん、そういうもんだと思いますよ。だからそういうことで言えば、その今どこにいるか分からないその X、 その人に会いたいですけどね、うん、あの頃はまあ高橋さんも宮崎さんもまだまだ若かったし、その本当にあのもうちょっと曖昧だと思うんですよ。そういうそのなんていうかな、あのもちろん演出も触っていけないと思ってたけども、まあそうは言いながら高橋さんと宮崎さんとかカレーパン粉の作品を作っていくっていう状況もあったわけなんで、そうするとそのなんていうかな、 すごいスタジオとして明快に何か引いた川谷宮崎作品みたいなものを生まなければならないというふうに思ってたかっていうと、僕はそこまではないと思うんです、当時は。で僕はむしろその時の気分っていうのはちょうどいい具合にこういうエアポケットが巻いたんで、若手中心の作品一本作れたら面白いなというのはそれははっきりと思ったし、それはぜひ やりたいと思ったしね。で非宮崎高畑作品を作るってことの面白さもそれ感じてたし、それはそう思ってましたけど、なんかあんまりそういうラインでは捉えていなかったような気がするんですよね、僕としてはね。でやっぱりその今の現状況っていうのはもっとやっぱり違うと思うんですよ。今の状況はそのあのまあ高橋さん宮田さんもだいぶもうお年を召されてきたってことも言うならばね、そうそうそんな次から次へとは作れないだろうっていうことも含めて言うならば、高橋さんや宮崎さんではない監督でも作品を作んなきゃなんないっていうのは今の方がより強くあの問題視されてるんじゃないかっていうかな、っていうかされていくんじゃないかっていう気がしますね。だけど今ね現代は難しいと思います。僕今はね現代は難しい、やっぱりね海が聞こえるの時代の方がまだ作りやすかったと思うんですよ。でなんでかっていうとね、やっぱり宮崎駿がね千と千尋の神隠しなんて作るわけでしょ。そうすると若い人たちもね最初からああいうものやらなきゃいけないんですよ。これはかわいそうですよね。そうするとそれが最初から対抗馬でしょ。そうするとねこれは大変な時代かななんて気がしてて、若い人たち作るのが非常に困難ですよね。だからまあ若い人たちにもし僕がね機会があるんなら千と千尋なんかね黙殺してねこれが面白いと自分が思うものをぜひ作ってください。なんかそんな目も出てきてるような気もしますけどね。海が聞こえるは夕方4時からの放映という時間帯にもかかわらず高視聴率を上げました。作品自体も劇場映画に引けを取らないクオリティと評され、スタジオジブリと
若手スタッフたちの挑戦は成功を収めました。とにかく映画を 見終わった時に、まあ、端的に言うと高畑勲を宮崎駿には作れないって、これが答えですよね。こういうものは作れないだろうって、本当に今の若い人たちの気分、まあね、リアルに出してましたよね。だってやっぱり高畑さん作ったり宮崎駿が作ったら、やっぱり年齢の問題もあってある種の理想形だったりね、それからおじさんの見たその若者像だったりするでしょ。しかし彼らは何しろついこの間ね、自分たちがその年齢だったわけだから、それを描けばよかったわけでしょ。だからそのリアルさはやっぱり別物でしたよね。でそれがちゃんと出てたし、高知の新聞なんかちょっと忘れたんですけど、それを送っていただいた時に、まあ、そこの寸評に精緻な画面って書いてあったんです。珍しい精緻な画面をなんか作り出すことに成功しているみたいな評論が書いてあって、僕は個人的にすごく嬉しかったんですけど、原作からね、挿絵もあの関わらせてもらったっていうのもすごくあの幸運だったし、それをまた形アニメーションという形 であのできたってこともすごくもう嬉しかったし、もう本当ね恵まれすぎてるんですよ、いろんな意味で。今振り返るともう今回のこれがあるっていうんで、一昨日もう一回見てみたんですけども、すっかり忘れていて、でもあの、まあ、全く客観的に見たんですけど、そしたらやっぱあの着眼の素晴らしさとか、あと監督の演出うまいなっていう場面が随所に見られました、まあ実際なんかね、不協和音のまま作品に突入したと先ほど言われた割にはなんか結構なんか楽しく仕事できたような気がするんですけど、ね、やってる時もいろいろなんか建設的だったじゃない、こう意見の言い合いが、だからそういう意味ではね、その経験としては本当に良かったっていうか、それこそ本当に恵まれた場を与えてもらったなと思ってますが、あのだからといって、作品が旧大転かっていうと僕は違うんですよ、実は違うからね立場ね。でもね、あのいやでもね、その すごい熱心なファンがいるんですよ、少数、なんか聞こえるって、それはありがたいと思いますよ、なんか僕もだから結論が言って全ジブリ作品の中で一番好きかったらそれは海が聞こえたって、別に全然何の手紙もなくて言えるんだけども、それはじゃあ本当に好き嫌いで決めてるのか、自分が変わったから好きだって言ってるのかに関してはやっぱりちょっとそんな分けて考えられないんで、だからまあそういういろんな思いがあるっていうことを前提の上で未だに僕は一番好きな作品ですね。その若手制作集団っていうことにはそんなに重きを置いたわけじゃないんだけども、やっぱりどっかで僕の中にはその個人的な思いとして、まあ宮崎さんや高畑さんはやっぱり鈴木さんがまあ、ベタに今回ずっと付き合ってこられたわけだから、なんかそういうものとは違ったもの、まあ、自分の人間関係を含めてね、作品を作りたいっていう思いがあったね。海が聞こえるとは一回すごい大きい形でできたんだけども、その後なかなかあのやれなかったっていうのはやっぱりこの10年の一つの大きな悔いではあるんですね。まあ当然望月さんとはもう30年ぐらい付き合ってんだっけ。そんな中学の時から付き合ってない。もう20年ぐらい付き合ってんだっけ、20年ぐらい付き合ってて、まあ1回じゃないですか、仕事一緒にできてないんでね、まあ、死ぬ前にもう1回ぐらいは、